ちは、那須大輔です。今日は静岡県の鈴代美保グランドに来てます。ということで、エスパルスの選手といろいろやっていきたいと思います。まず紹介します。チョン・テセ選手と水谷拓磨選手です。危ない。ありがとうございます。サッカー界にはまだ無名なんで。そうなんですね。まだ何歳ですか？23です。テセが何歳に見えますか？30なんちゃいかな。35っすね。35だよね。テセはね、フロンターレが始まったよね。で、ドイツ行って、韓国で今エスパルス。よくご存知ですね。水谷君はエスパルスだけど、今治行ったりとか。はい、そうですね。まあ、いろいろね、対決したり、はい、企画をしていきたいと思うので、よろしくお願いします。お願いします。これからチョン・テセ選手のハウツー動画をちょっと撮っていきたいんですが、その中でテセ選手のその強み、やっぱシュートっていうのがすごく彼の中で知見高いので、そこにシュート持っていくまでにどう持っていくかっていうのをちょっと教えてもらいながら撮影したいと思うんですけど、パサーは水谷選手で、僕がディフェンス役で、テセが説明してもらいながらお願いしたいと思います。あれですよね、まあ、弾丸強いシュートってよく言われるんですけども、うん、それ結構10年前ぐらいの話で、もう今、僕弾丸でシュート打たないんですよ。あ、そうなの。はい、うん、昔関塚監督に、うん、もう僕ボール持ったら全部シュートって、全部弾丸シュートだったから、それ印象的だと思うんですけど、シュートはコースだって言われてから、まあ、ドイツ行ってなかなか自分の個の力が通じなくなってきて、でそこから結構意識し始めて、もうシュートインストップって絶対打てないんですよ。全部インフロントとか。あ、そうなんだ。インサイドで、でゴールキーパーの駆け引きが必要なんで、なんで、まあ、強いシュートよりもコースを狙った方が絶対キーパー嫌だし、絶対キーパーと駆け引きをするようにインステップで蹴るふりしてサイドキックで流し込んだり、1個の工夫をしなければゴール取れないん でインステップで打つとき大体深すか、大体キーパーのこの範囲に行っちゃうから、どんだけ強いシュートを打ったとしてもここは絶対入んないんですよね。ここはそれだったらもうインフロントとかサイドキックでコースがいいやった方が全然取れるし、で自分の特徴が何か言うたら、やっぱり強引なところだったりする、もう体をぶつけ合ってっていうところだと思うんですけど、なんでやっぱ自分の主戦場はここら辺なわけじゃないですか。大体他の選手とかは自分のマークに触られないようにこうやってこう開いてこうやってこうやってこうもらったりするんですけど、僕は昔からこうボールが来るときに、うん、やっぱりボール来るときちょっと下がんないと、うん、このままこういったらこう入れ替わっちゃう、うん、あ、そうだね、うん、だからボールを出す瞬間ちょっと下がって、うん、で来るときにそのまま後ろに行くんですよ。だから一回下がってで、そのまま下がってたらね、ああ、こういうことだね。そのままでこう横に流してそれをこう吹くんですよ。あ、なるほど。もうこの選手を僕は抜かない、ずらしてシュートって打てば入ると思うんで、それが昔から受けてましたよね。普通はこう見てこうかわすんですけど、僕は逆に線に近づいていくんですよ、うんうん、近づいてこうやっていってこうしてこうやって無理に打つのが一つ、これ一つハウツーのファーストステップのこれで、やっぱそれだけじゃダメ、読まれてきて次にやるのがやっぱこの下がる動きが大事ですよね、うん、チェック上下がってでこう入れ替わるとかで、これで、まあ、これもすごい基本的になっちゃうけど、ちょっと遅れてる感じだったらこれで前になるよね。あ、ここで一体しこれ結構足の裏トラップ大事なんですよね。でこっち来てて出して来てて空中いたらこっちもあるしっていう真ん中の崩しは相手の状況を見てね、これが見えてなきゃダメなんですよね。で試合中って大体焦ってるからボールばっか見るんですよね。でなってボールばっか見てたら、うん、もう簡単にカットされちゃうんですよね、うん、でディフェンスもみんな能力高ければ高いほど、うん、そうだね、ディフェンスフォワードの目線を見てる、体の向きを見てるから、うん、このままいったら絶対ダメだし、うん、そうだね。だから絶対半身でこうちらっ一回見るだけでディフェンス体動き止まるじゃないですか、ちらって見るだけで、やっぱ出して、あ、来てるなと思ったら、これいいでしょ。ね。
これ強いフォワードは結構やった方がいいし、ね、うん、今平塚仁っていう若手にもこれ教えてるんですけど、うん、やっぱシュート打たなきゃフォワードは、うん、マーク外す動きばっかじゃなくて、そいつにぶち当たっていった方が嫌なディフェンスもいるし、うん、そうだね、で試合状況にそれを得意とするようなディフェンスもいるから、そう臨機応変にその変えていくっていうところ。逆に俺はテセみたいな選手はあんまりくっつきたくない。離れる、ちょっとやりにくかった、すげえやる、ちょっと離れる、で離れられるの嫌なんだ。そう、くっつくのが得意だから、だから俺はテスみたいなタイプはこうくっついてる方が多分やりやすいの。テスいるの分かるから、この選手をかわせばいいけど、いないと、そう、それで、あ、出してもらっていい、でこのトラップしたとこ、こうついたりとか、それが僕は嫌っすね、こう反転したとこみたいなね。一回ワールドカップ昔出た時に、うん、センターバック、ルシオとファンだったんですよ。ブラジル代表。ブラジル代表、ブラジル代表した時に。で、ルシオはめちゃくちゃ強いから、ガンガン来るんですよ。あ、こうやって。おい。で、ファンはめっちゃ開けるんですよ。あ、逆にね。はい、で開けるから、で、ロングボールとかだから、うん、ちょっとだって、預けながらの方が楽だから、この状態でいた方がこう、一回ボール出してる、ロング、最後。この状態でこうやった方が止めやすいんですけど、逆に寄りどころがないと出して、うん、おーだってこうちょっとずれたところガシャンってファーストタッチした瞬間ガチャンって来られる。そういうセンターバックもその2種類がいるんです ね。僕はどっちかで体当ててからそれを楽しむタイプだから、昔で行ったら山田さんとか、あーそうだね、鹿島とか、はいはい、川崎でガチャガチャやってるのすげえ一番楽しかったです。もうもはやサッカーじゃないからラグビーラグビーとかシュートは、うん、もう俺一つしか意識してない。うん、シュートの状況になってかわして、うん、もう絶対1個体を入れて、うん、入れて右に蹴るってキーパーは思うんですよね、うん、でそれで左に蹴ったら大体入る、ね、思うよね。練習で俺すごいそれ入るよね。これ角度がなくてもすげえ入るんですよ。なるほど。これだけ、これすごい、俺初めて、すごいこれ。だからこれが、うん、ここはまあ普通じゃん。それどうやっても大体入るけど、うん、この辺の角度でも、うん、結構入るんですよ。結構こっから見て角度、キーパー入るから。いや、全然なんか取れやすそうだけどね。キーパーこれで大体みんな弾丸蹴って、大体ここら辺だとか、うん、変われる位置で入んないけど、これをちょっと冷静になって、一つ駆け引きで、ここでもう、こうやったら、キーパー横できないんですよ。で、ディフェンスはこう足出すからインフロントに引っ掛けてちょっと上げたらここを通過して入る。で、これで試合中ちょっと焦ってたり練習中焦ってインステップで蹴ると絶対キーパーに当たるっていう。もうこれ一つだけお試合中に意識してるだけでゴールも全然変わります、ね、これは僕の中で今絶対的な答えですよ。めちゃめちゃこのフォワードの攻めの選手で多分めちゃめちゃヒントになること言ってるんで、これはね、テセだけじゃない、まあ、体のさ当て方はテセだけかもしんない、テセっていうかその体がね強い選手とかが参考にすればいいけど、あのシュートに関してはもうだね絶対使える、うん、なので、まあ、ほんとぜひあの参考にしていただきたいと思います。シュートもう一回やっていいですか。あ、いいよ、あんの、そんな。もう一つあって、まあ、大体今の風でやるんですけど、うん、まあ、大体こう抜いて内側に切り替えして、うん、完全にフリーな時は、うん、でさっき言ったんですけど、うん、インステップの振り切ってやったりとか、コース甘かったけど、うん、これもね、絶対1個駆け引きで、うん、これで抜いて、うん、インステップで来るって思って、キーパーは絶対硬くなるんですよ。構える、ね、硬くなって、うん、で、ここら辺は届くんですよ、絶対届くんですよ、うん、で、あ、こいつインステップで蹴るなって思ってこう身を構えた時に、野球でいうチェンジアップみたいなので、インステップで来るのと思ってこう流すだけで、ね、こう絶対入る。で、一番大事なのはこの冷静さが試合中にあるかどうかっていうのと、練習中からこれが癖づいて習慣化されてるかがどうかで本番で出るか出ないかって言ったんですよね。試合始まる前に今日はこれやろうって言ってもできないじゃないですか、絶対。大体そのシューとか、その1ヶ月、2ヶ月の時に意識してることが試合に自然と出るのが、うん、無の状況が一番パフォーマンス高いじゃないですか、うん、確かに。これでもやりだしたら結構最近だったりするんですね、2、3年前ぐらいからやって、あ、これもうすげえ入るから、
角度なくても入っちゃうから、これはいいわと思ってもずっと練習中こればっかりと思って、で全部入る、大体入る、でこれが意識できてないシュートの時は大体入んないですね。でこれ意識できてたら大体入るんです。まあ、なのでやっぱ意識すること参考にしてもらえたらいいんですけど、まあテセが言ったように日々の練習でね、どんだけ意識して試合につなげられるかっていうことに、ね、っていうことみたいです、はい、ありがとうございます、はい。